政府はシナウスの状態が改善されたとして、マスクの転売規制を廃止する方針を固めたことが分かりました。新型コロナウイルスの影響でシナウスが続いていたマスクについて、政府は3月から家庭用、医療用、産業用のそれぞれで購入した値段よりも高値で転売する行為を法律で禁止しました。その後、マスクの供給量が増え、 1>, 1枚あたりの価格は最安値で7円にまで下がりました政府関係者によりますとこうした状況を受けて転売規制を来月中にも廃止する方針を固めたということです転売規制をめぐっては6月に香川県の34歳の会社役員が違反した疑いで逮捕されています